文句言ってんの？もう寝るよ。ポンちゃんとお水。おはようございます。おはようございます。昨日はライブで結構疲れていたのでゆっくり寝ていましたが、はい、どうぞ。まあ今飲んだの。あ、飲んだのね。あ、もう一回飲む？ジャン君とポンちゃんがいたからここに置いたらね、ジャン君は遠慮した。ポンちゃんに譲ったんですよ。よかったね、ポンちゃん。じゃあちょっと、これを。はい。ポンちゃん帰る。そっちがいい。ここどかそうか。ノートどかします。はい。はい、どうぞ。してくださいね。もっと飲みなさい。あなたはもっと飲みなさい。どうぞ。どうぞ。ジャン君。あとで飲んでね。はい、ジャン君、ポンちゃん、ただいま帰りました。今日は昼2時ぐらいから出かけて行ってですね、合唱団の練習に行きました。原宿です。そしたら帰りにまた小田急線が止まってましたよ。6時過ぎぐらいにはもう終わったんだけど、家に帰ったら8時半ぐらいかな。ん？ 2 時間ちょっとか。まあそしたらそうなのかな。あ、止まってたけど途中で、やっぱり復旧しましたって言ってそのまま乗ってこれたんだね。ただし駅の前で、たくさんの人が多分ひしめいたんだと思うね。そこからなかなか先進まなかった状態です。よいしょ、はあ、お腹も空いたし、今何時？9時、10時ちょっと前です。ご飯も食べたいし疲れた。明日早く起きて風呂入ろう。ジャン君、文句言ってんの？もう寝るよ。はい、ジャン君寝るよ。今日は疲れました。昨日も疲れましたけど今日も疲れました。電車疲れしました。じゃあおやすみ。